こんにちは、道具屋おじです。今日は、フルボディパラシュートのボディを、レーズバッターの UV で補強したいと思います。はい、これが UV ライトです。USB の、コントローラーがございますので、簡単に充電することができます。中に紙が入ってまして、これで、止めてありますので、初めてお使いになるときは、その紙を取ってくださいね。はい。今、ピストンです。今日は、UV レジンはミディアムタイプを使おうと思ってます。箱の裏側に、下の筆が書いてますので、ぜひ、はい、中身はこんな感じに入ってます。いろいろ変えて面白いですね、これね。では、タイミングいきます。見えるかな？これはまず、コクデレオンのテールを10本ぐらいつけてるところです。本数は10本ぐらいで、だいたいボディと同じぐらいの長さをテールに出します。今からポストをつけます。うんこのエアロドライウィング、うんこを2本。これはループウィングを作っているところです。双方のオリジナルがすべてループウィングを使っていますので、耐久力とか見た目がうんとアップしますから、皆さんぜひ一緒にしてやってみてください。切りっぱなしよりも耐久力は十分上がると思います。だいたいポストの高さは、ゲートと等倍から 1.5 倍ぐらい。あまり高くしますと、バランス悪くて倒れてしまいますので、これほどになさった方がよろしいでしょう。横に数回回して、アクセルを曲げた方がいいです。今、ボディのところを巻いてますけど、ここはできるだけペーパーをつけるようにして、きれいに仕上げた方がよろしいですね。この後が、ぐっと、作業がしやすくなるのと、フライがかっこよく見えます。はい、次は肝心のクイルボディパラシュートの一番大事な部分、クイルボディを。ピーコックを、あらかじめ抜きしてあるキャナルさんのストリップドピーコックを使ってます。ここが一番肝心な場所で、できるだけですね、等間隔で、しま模様がはっきり出るように気をつけて巻いてくださいね。はい。ここからいよいよ UV を塗っています。
これは UV レジンのミディアムタイプですね。それを今、ただ、ボテッとやると回せるので、できるだけ薄く均等に広げるように回しながら、この使っております。はい、UV のライトを照射します。まあ、大体すぐ固まるんですけれども、まあ、自分の場合ですとね、まあ、1分ぐらいくるくる回しながらやる。それでもう十分高度は出ますので、そのまますぐ次の作業に移ることができます。ヘッドセメントだとね、乾くのは待ってなきゃいけないんですけど、UV は本当に楽で作業がかかりますね。今、続いてますけど、これ、固まったかどうか確かめてみます。はい、これはスマックスの部分ダビングしているところで、首ボディが短くなっちゃう場合にはこの量をちょっと大きくしてね、細かくしたりいろんなことをしてますけども、使うのはトラウトハンターのプロフェッショナルダビング、トライコーイの使っております。はい、ここから白黒を巻きます。貴重品のバジャーです。私のクリボリパラシュートは、バジャーとハーネスと、バジャーを段に止めたやつ、3タイプ使います。ちょっと最後が気に入らなかったので、やり直し。まあ、自分で使うやつだったらね、そのままいっちゃうんですけれども、売り物はやっぱりどうしてもね、綺麗に仕上げなきゃいけないので、ここら辺はちょっと売り物だけは丁寧に。気に入らないときは何回もやり直す。自分で使う分だったらね、もう全然関係ないんですけどもね、やっぱり店に並べるときはね、きれいに見せなきゃいけませんからね。フィニッシャーサイド、これは、シアンレフターのフィニッシャー、とても使いやすいフィニッシャーですね、これはね。はい、今日はこんな感じです。バイスはキャンデスさんの F9000 ですね。とても使いやすいバイスで、最近このタイプよく使っています。それから、キャナルさんのトリックロピーコック。これ使いやすいし、結構今のやつは強度があるから使いやすいですね。そ
ックは、1万人ぐらいから900セール。それからコックデレオンのセール、もう売ってるんです。そして、貴重品のバジャーのハックルですね。それから、プロフェッショナルダビング。そして、これが今一番気に入ってる、キャナダさんの隊員用のワワサビ。このハサミは本当に使いやすいですので、手の中にすっぽり収まりますから、もう非常に使いやすくて手間なくなくなりました。最後までご視聴ありがとうございました。それではどうぞ、釣れますように。